こんにちは、賃貸の関の吉田です。本日は奈良県天理市富道町にございますマンション台場のですね、1階部分、1K 部分のご紹介をさせていただきます。こちらの物件なんですけどもね、非常に生活便利な立地にございまして、近鉄のですね、仙台駅の徒歩圏内で行ける人気物件となっております。まずね、こちら室内なんですけども、およそ6畳ほどの洋室の方となっております。こちら、十分にね、綺麗なリフォームされてますので、とっても使い勝手のいいお部屋に仕上がっていると思います。こちらの洋室にはこのようにですね、とても大きな収納が一つついております。たくさん入りそうですね。上もこのね、この辺ぐらいまでありますね。非常に天井高のある収納ですね。それ以外にもですね、設備といたしまして、エアコンの方が1基ついております。こちらがバルコニーになりまして、バルコニーの方を、ね、開けますとこのような感じになっております。こちらのバルコニーは西向きとなっております。はい、続きましてキッチン部分のご紹介ですね。キッチンの方は IH コンロ一口ご準備しております。収納の方もですね、このように下にしっかり取っておりますので、醤油安心のですね、荷物でしたら十分入ると思います。また手元等もね、このようにちゃんとできるものがついておりますので便利ですね。こちらが洗濯機置き場になりまして、こちらが玄関ですね。シンプルなんですけど使い勝手よく設計されてますね。また換気のためにね、換気扇がついているのも便利ですね。はい、こちらがユニットバスとなります。トイレ、洗面、お風呂の一体型のタイプとなります。こちらの、ね、マンション台場なんですけども、冒頭で申し上げたように非常に立地のいいところになりまして、生活していただくのには大変便利な物件となります。こちら1階の部分はですね、新社会人の方や学生さんなんかにおすすめの物件となりますので、また私どものインターネットページ賃貸のまさきで検索していただいてですね、内容の方をご確認いただき、お問い合わせの方をお待ちいたしております。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のまさきでは皆様の優しさを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。